マイネルデスポットは日本の競争馬。2001年の菊花賞に着馬。引退後は京都競馬場で誘導馬となった。馬名の由来は冠名先生君主、独裁者の意味。これは母名エヴァ・ブラウンからの連想による。2000年に競争馬としてデビューし、中央競馬で競争生活を送る。2001年の菊花賞には1000万円以下条件の立場で挑戦。 単勝オッズ114.1倍の11番、人気だったが、騎手を務めた、太宰圭介が本馬の調教師である、柴田紅葉の指示により、馬場状態の良い内側の拉致沿いを走らせて、最初の1000メートルの通過タイムが1分3秒0、2000メートル地点の通過タイムが2分7秒2というスローペースで逃げ、2周目の第3第4コーナーで加速した結果、 マンハッタンカフェに販売進化はされたものの2着となり、バレン46,210円の後輩等を演出した。しかしその後は、喉なりの影響もあって、大敗を繰り返し、翌2002年の大阪、ハンブルクカップ出走後に放牧去生されたが、その効果も出ず、2003年1月12日付で、日本中央競馬会の競争馬登録を抹消され、引退した。 乗馬を行っている風景競争馬引退後は、京都競馬場の誘導馬に転校するための訓練を受けた。2003年、第4回京都競馬から誘導馬としてデビューし、2017年まで務めていた。メス系は、小祝農場の基礎輸入品馬の一頭である、アストニシメント系である。祖母、エヴァの範囲妹に1981年の大賀賞、優勝馬ブロケードがいる。 ありがとうございます。